斎藤義達が起こした内乱によって道三は討たれ、義達が美濃の新たな国司となった。道三との同盟関係が追放に帰した織田家は、斎藤と今川という強敵に挟まれ窮地に陥る。全ては信長の無謀な戦が招いた結果だとして、くすぶっていた織田家中の不満がついに爆発。信行こそ織田家の当主にふさわしいとする者たちが兵を挙げ、尾張は内乱状態となる。当の信行は反乱勢力を抑える素振りも見せず、ここに兄弟相打つ戦いが始まろうとしていた。信長編第2章、近い異能の戦い。まずは乱を鎮め、あいつと話をせねばならんな。ああ、ま、安心しろよ。この槍のまたざがいる限り万に一つも負けはねえ。武変のことは利家さんに、猿知恵がいるならこの秀吉にお任せを。何者だ。城の外で拾った渡り者だ。戦に出たいんだとよ。手柄を挙げた暁にはご家中の末席に加えていただきたく。あの面だ、どこぞの患者にも見えねえだろう。頭も悪くなさそうだし、度胸もある。又座にそこまで言わせるとは、随分と変われたものだな、猿。あ今は猿の手も借りてえ状況だ。使ってやってくれねえかな。なあ、勝手にしろ。ありがたき幸せ。さてと、話を戻すが、権六殿はもちろん家中の半数以上が敵に回っちまってる。村木、長良川と負けが続いて、さすがの信行も家中の不満を抑えきれなくなったのかもしれねえ。おまけに大一の姿も見当たらねえんだ。あいつ信行に懐いてだからな。とにかく今は乱を収めねばならん。急ぎ向こうの動きを確かめておきたいが。そのお役目、この秀吉にお命じくだされ。オイラなら顔も割れてませんし、適任でございましょう。よかろう、行け秀吉。御意。俺のやり方見せてやろう。一丁手柄を立ててくるか。信行殿の兵が多勢、日吉城に向かってきます。攻めてくるなら迎え撃つほかあるまい。近づく敵を一掃するぞ。またぞ、味方の要は俺とお前だ。抜かるなよ。それに秀吉、お前も逃げ出さんようにな。どうにか砦を抑えねば、味方を呼び込むこともままならんな。よっしゃ、まずは順調だな。敵はひるんだ。この隙に押し返せ。おいらの出番だ。仲間を呼び込むために
砦を落としゃいいんだよな。進め、兄上の勢いを削ぐのだ。開門。信行は中央に兵を集めてきた。捨ておくことはできんな。信長様、あいつらは俺に任せておけ。こりゃ中央突破は厳しいな。今のうちにオイラは別の道を押さえておくか。確かあっちに村の門しか知らんような裏道があったはず。はてさて、東の方だったかな。信行様、今ならまだ。言うな勝家、どうでもしなければ織田の家名は守れぬ。血のつながった者同士で愛を寄せ、毒も同じようなもの。討ち死に。なんと見事な。確かこの辺りに草木に入り口が。おっ、あったあった。俺がやる。怪しいやつ、出会え出会え。壊してくれる。見つかったか。しゃあねえな、黙らせるか。よし、砦を足がかりとして攻めるぞ。やっちまうぞ。さあ、かかってこい。手柄はもらった。打ち取ったぞ。もう邪魔者はいねえよな。よし、これで手柄を一つ立てられたぞ。先に将を狙え。将を失えば兵はおのずと崩れよう。信長様も思いのほかやりました。そうでなくては困る。簡単にやられては兵を挙げた意味もない。討ち死に。討ち死に。おいら出番だ。そこか。どんどん行くぞ。どんどん。こんな戦いやめさせなきゃ。
分なし、入れ。この俺を止めようとて無駄よ。これで敵兵は浮き足立つだろう。お見事にございますな。あんた、ムイチ様ですよね。信行殿に味方してらっしゃるんで。私はどちらの味方でもない。こんな戦いをやめてもらいたいだけ。俺に続け。承知。殺してくれ。兵が動揺しているようだ。流れは完全に兄上に持っていかれたな。これも信行様のため。手加減なしでいきますよ、信長様。天下無双よ。信行様、俺にできるのはここまでだ。開門。信行、勝負あった。手を引け。いえ、まだ終わってはいません。いける。もう十分だ。話ならば聞いてやる。だからもう刀を収めよ、信行。私とて命を落として兵を挙げたのです。決着がつくまでやめるわけにはいかない。さすが兄上だ。私の負けです、信行。なぜこのような真似を。信行、まずは理由を聞こう。ご存知の通り、家中では兄上のやり方に不満を持つ者が増えていました。彼らが敵方に通じる前に手を打つ必要があった。故に彼らに私を担がせて乱を起こした次第。そして兄上は勝った。あとは
私が腹を切ることで織田家中は兄上を中心に落ち着くはずです。お前の真意を聞いた以上腹を切らせることなどできるか。謀反の首謀者たる私の血筋を根絶やしにして兄上の確固たる意志を家中に示さねばなりません。血筋を根絶やしに、お前の幼い娘までも手にかけろというのか。それが乱世の断りというもの。ただし私に組みした者たちにはどうか寛大な処遇を。分かった。信行、お前に切腹を命じる。母、冥土で兄上のご分をお祈りしております。信行、これが乱世の断りゆえならば俺が必ず壊してやる。なんてこと。またぞ、この赤子をどこぞに捨ててこい。はあ、それより俺の話を。おい信長様、信長待てよ。くそ、命を絶つ必要なんて。信行様が腹を召された以上、俺も追いバラを切らねば生き恥をさらすことになる。あなたには兄様が大使をなすための力になってほしい。信行兄様はそう望んでいたはずでしょ。仮にも主君に背いて兵を挙げた以上、おめおめと生きながらえるなんざ耐えられません。戸賀を一身に背負っていった信行の思いに応えてやれんのか、権六。兄様、俺も信行もお前の死など望んではおらん。今日よりお前には一に仕えてもらう。姫に。信行を守ったようにこれからは一を守れ。拒むことは許さん。良いな。良い。